バカ。なんだじゃない。一体どうしたんだよ。今日の食事当番サボったでしょう。食事当番？あ、すっかり忘れてた。今回はたまたま部活がなかったから私が作ったけど。なあ。お兄ちゃん、真面目に聞いてる？その、なんというか、周りの視線が。周り？え？なんだか、すごく見られているような。まあ、これだけ大きな声で現実世界の話をしたら、注意は引くよな。それにさっきから俺のことをずっとリアルの呼び方しているし。やっちゃった。鬼、キリト君、現実と同じ見た目だから、つい。リーファは現実の姿とは全然違うからな。俺はそうした間違いをすることはないけど。それどころか、私が SAO に来た時には全然自分の妹だって信じてくれなかったよね。そりゃそうだって。何より自分の妹が SAO に来るなんて考えられなかったからな。あのゲームにわざわざ飛び込んでくるなんて無謀すぎだよ。それは本当ごめんなさい。でも今もあの時の行動は後悔していないんだ。迎えに行きたい一心だったんだから。俺のためだもんな。ありがとう。けど無事に SAO から戻った後もこうして一緒にゲームをして遊ぶなんて思わなかったよ。どうして？リーファってゲームを全然やらなかったろ。嫌いなんだとばっかり思ってたからさ。それは前はゲームのことをよく知らなかったから、まさかこんなに楽しいだなんて思わなくて。でもきっとフルダイブのゲームじゃなければここまでみんなについていけてなかったと思うな。剣道をやっていたからこそすんなりゲームに馴染むことができたってところはあるよな。そうそう、コントローラーを握るタイプのゲームだとキャラを動かすときに自分の体も動いちゃうし。それでもみんなと遊ぶためなら頑張って練習するけどね。やっぱりリーファー頑張り屋だな。頑張り屋？努力家でひたむきで自慢の妹だよ。剣道だって小さい頃からずっと続けてるし、リーファのそうした部分は俺も見習っていかないとな。突然褒めないでよ。恥ずかしいってば。ん？どうした？キリト君、うまいこと言って食事当番のことごまかそうとしてない？してないって。本当かな。ま、今回は許してあげるけど、次やったら何してもらおうかな。怖いぞリーファ。大丈夫だよ、リアルの方でとっても美味しいケーキをごちそうになるくらいだから。それお高いやつだよな。当然。もう当番を忘れないようにします。うんうん、それが一番。しっかりした妹だな本当に。